こんにちは。日本学術書道会の田村喜山です。今日も担当者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を暗示に筆で書いています。今日の前後は、症状なること国のごとしです。これは仏は法をもって見となす症状なること国のごとしによります。意味は症状発心すなわち煩悩妄想をすべて脱した汚れのない発心のこと。この発心は一人一人が本来備えているものであるが、自らが修行の末それを自覚してこそその人の持ち味や個性を通して具現するのである。その発心は清らかで一点の曇りなく虚空のようであるということです。テーマから症状なること虚空のごとしを書いています。最後までご覧いただきありがとうございました。